上に上の枝に当たらないギリギリのクラブで打っていきます。9番を普通のロフトではなくて結構ロフト立てて短く持って構えます。9番アイアンのロフトでまあだいたい9番から7番とか6番ぐらいのロフトを作るような、僕が林の中でこうやってこう木の間を通すときに一番重要にしているのは、まあだいたい自分のボールから1メートルから2メートルぐらい先のスパッと、もうとにかくここの上を通すっていうことだけを考えてます。で、打ち方とかはそんな考えないですね。で、フェース面もここに向けます。なるべくこのフェースの角度を変えないでここを通していくと。